やはり IoT というのは非常に数学の基本的なところの真相のところを揺るがす地殻変動から起こっている理論ですので、現行の数学との違いをきちんと完全に言語化する、新しい数学の言語体系というのをやっぱり早急に作らなければいけないんじゃないかと思うわけですよ。あの ABC 予想を解決した IoT 理論、ペセンコ教授はヨーロッパで最も精力的に IoT 理論をサポートする数学者。 The language of this paper is very different from the standard language of mathematical papers. So it became clear that one needs to spend significant amount of time to study his paper.So eventually I spent maybe 3 years. So currently maybe we have the total number of experts in his series maybe less than 20. They are from 6 countries. 大学に限らず IoT をまず研究するっていうのは相当勇気がいることなんですね。まあ論文自体でも何百ページでありますね。4つある論文を読むための準備段階として望月さんがそれまでにやられてきた研究、何千ページという研究をやっぱり勉強しなきゃいけないわけですね。相当優秀な数学者であってもやっぱり何年もかかるような話です。 IoT 理論だけにこう身を捧げるっていうことは、これは相当、相当勇気がいることです。 IoT というのは数学自体を変える大きな力を持っている、まあ、そういうあの大きな理論であるというふうに思われますし、既存のさまざまな問題を解決していくというだけではなくって、22世紀とか23世紀になった時の数学の形というか、そういう革命的な力を持っているというふうに思います。現在日本における IoT 理論の研究拠点が京都大学数理解析研究所、通称数理研。今までは望月慎一さんを核とした京都大学数理解析研究所の一部の人たち、そういう場しかなかったんですね。IoT 理論を勉強して理解できたという人は相当優秀な人だと思いますから、一流のね研究者として受け入れられるべき。前大学は世界で2番目の IoT 理論研究拠点を設立する。所長加藤文元、副所長イヴァン・フェセンコ。日本世界から若手研究者も募集。そして世界で初めて IoT 理論の入門講座を全大学向けに作ります。 So they start from zero level. Students who take all four courses, they will be able to learn some important features of the IoT theory. Those who pass all these four courses, they will be more readyTo start to learn IoT than any other student in any other university in the world. 全世界でわずか20名程度しか理解していない難解な IoT 理論を果たして大学生が理解できるのか。かなりこう数学が得意でしっかり食らいついていくっていう気持ちが、まあ、あるっていうことがやっぱり必要なのかなと思います。努力をこう積み重ねていけばどんな方でもあの IoT を理解できるようになると。単位はまあなかなか数学科を卒業するぐらいに数学をある程度理解していれば1は取れるかなという、まあ4つとも全部取るっていうのはかなり難しいかなというふうには感じます。IoT 理論の普及と発展を目指して2023年6月6日本日、全大学開学に先立って世界で2番目の IoT 理論の研究所を設立、 IUGC 宇宙際幾何学センター誕生。